どうも、くつろぎです。今回もリクエストをいただきましたので、ラピュタの城を作っていきたいと思います。ですが、どうしても頑張ってはみたんですが、難しい建築じゃないかなと思うんですよ。半球というものも作んなきゃいけないし、とにかく今回は円が重要になってくる建築になってくると思います。で、加えて木の葉っぱを作んなきゃいけないので、何ブロックで作りますっていうのはちょっと難解になっちゃうなぁと思いまして、でもそれでもやっぱり作りたいじゃないですか。で、特に天空の城ラピュタってやつは、いっぱいいろんな人も作ったりするぐらい人気な建物だと思うんでね。まあ、そこでちょっと苦肉の策と言いますか、まあ、構造でなんとかご説明させていただければということで、今回やらさせていただきます。今回の天空の城ラピュタってやつは、こんな感じの構造になってますね。まあ、作る前にこういう感じで、再現建築の場合は、ざっくりと、頭の中で構造をイメージすると作りやすくなりますね。で、今回のその天空の城についてなんですが、一番下は半球を作る。その上に土台があって、その茶色い土台の部分の外側に対しては、まあ、塀で囲われてる感じ。で、その上に段々になってるよ、みたいな。まあ、円柱ですね。で、その上になんか建物がついてて、まあ、緑色の葉っぱがついてる。まあそんな感じのイメージですね。まあこんな感じなんですが、まあ要するに半球と高さをどう組み合わせるかっていう話にはなってきます。なので自分が作りたい大きさを考えながら、まあ構造を合わせて作っていけば、ラピュタが作れるぞというわけですね。というわけで早速半球を作っていきますね。で、今回は半球がまず大事になってきます。土台になってきますので。で、半球をどうやって作るのかと言いますと、まあ、円が作れればそれを段にしていけばいいって話なんですが、それだとやっぱり難しいと思うんですよ。なので概要欄に記載しておきますが、プロッツなんとかっていうサイトがありまして、まあ、それを見ながらやっていけば作れるかなと思います。で、今回はなるだけ小さく作ろうと思いまして、自分は直径15くらいで作りましたね。まあ、ですが、直径11が半球として、新球を作る上では限界値かなと思います。で、それ以上大きくした方が、やっぱり、半球として、円として見栄えが良くなります。ただその分作るのが大変になりますので、まあ自分の能力というか、まあ、根気に合わせてですね、大きさを決めていただければと思います。続いて次は土台を作っていきますね。で、土台なんですが、まずは半球の周りをぐるっと囲ってしまえば、まあそれが土台になりますね。で、その上に高さを加えていきます。これも半球に対して大きさを合わせる。まあ、半球より少し小さめぐらいの高さ。今回ですと3ブロックぐらいの高さにしていきます。半径か。半径よりも大きいと武骨になりますので、その辺を注意って感じですね。で、続いて段を加えていきます。今回は2段ぐらいになってんのかなっていう感じなんで、この上に対しても同じように段を組んでいきます。で、その時は下の段と同じぐらいの高さにした方がバランスは取れると思います。なので下と同じぐらいの高さにしておけば無難かなとは思いますんで。まあ、こんな感じで土台ができました。そしたらもう少し段を加えていきたいと思います。今回は一応2階建て風な感じに見えるので、その上に対して。まあなんかデコレーションケーキみたいな感じで、一回り小さい円柱を作るっていう感じですね。で、この部分に対しては、下の段よりも、まあ、気持ち小さめの段にした方がバランスは取れると思います。で、土台なので、下も全部、上も全部埋めていきますね。この上になんか建物とか木がつきます。まあ、こんな感じが下準備ですね。そしたら今度は周囲を囲っていきたいと思います。今回の天空の城ってやつは、ここが一番見どころの場所なんじゃないかなと思いまして、この周囲に塀で囲った感じのものが、まだ円盤状で浮いてるみたいな。なんか本当は繋がりがあるみたいなんですが、まあそれは一回り二回り大きめな円で囲ってあげれば、まあ大体大丈夫ですね。で、今回のそのバランスを考えた場合には、最初に積んだ松のような感じの高さと合わせる。その方がバランスが取れると思います。なので3ブロックから4ブロック、5ブロックぐらいの厚みでいいかなと思います。こんな感じで段ができましたね。で、今回はそれで一応はまとまりはできましたので、特徴となる部分っていうか印象を変える部分としては、
土台の上に対して建物があって、その上に木があるっていうのがポイントかなと思うんですよ。なので、まずは建物を上に置いていきたいと思いますね。今回のそのラピュタの城に関しては、この部分がその自分が作りたい資料によってだいぶ印象は違うと思うんですよ。ですが、今回は簡略化したいっていうのが自分の元にありましたので、建物があるんだなーっていう感じ。白い建物で赤い屋根の建物があるんだなっていう印象があれば十分かなと思いまして。まあ実際はお城なんでいろんなものがあったとは思うんですが、なんとなくで大丈夫だと思うんですよ。この部分ってちゃんと理解してる人少ないと思うんですよ。自分もよくわからなかったので。だから、なんとなくこういっぱい詰め込んだ感じの簡単な家をいくつも置いておけばある程度ごまかせるかなと思います。なんとなく真ん中の部分に木が、幹がある感じにしたいと思います。だから適当で大丈夫なんじゃないかなーって自分は思いますね。まあ、お好みでという場所ですが。そうしましたら今度は木を加えていきたいと思います。まあ、構造としてはこんな感じで作っていくわけですが、このラピュタの城に関しては葉っぱがやっぱ難しいなーと思いまして、なんかキノコ風な感じに作りたいじゃないですか、ないですか、木っていうのは。まあ、だけど、椎茸型の感じではなく、エリンギ型と言いますか、なんか楕円な感じなんですよね、この葉っぱが。だからバランス取るのが難しいから、なんとなく大きさを下の土台より一回り小さい感じで作っておいて、まあだんだんで組んでいけば、まあおおよそ合うかなと思いますね。でまあ頂点の部分は、なんとなくお遊びでっていう感じですね。これでおおよその構造ができましたね。ただ構造を考えた上で自分はこういう風に装飾してみたよっていう感じの例として、砂岩を使ってみました。で、今回はできるだけ規模を小さくしたものにしようと思ったからこういう感じにしてみたんですが、まあ目安として基準をどこにするかっていう話で、今回のラピュタの城の外側の部分は多分円柱でボンボンボンってあってそれが繋がられてるみたいな印象があると思うんですよ。まあそれを自分は円柱の単位で作っちゃうと規模が大きくなっちゃうから、じゃあブロックでっていう単位に切り替えたわけですね。だからブロックにしちゃった分は塀で繋いだら、まあ節約できるよね、みたいな。まあそんな感じで大きさの基準を決めましたので、もうちょっと見栄えがいいものを作りたい場合は、全体的に半径を大きく、最初の半径を大きくしてあげれば、その分大きく作ることができると思います。まあめんどくさいとも思いますが、最初に構造だけ作ってしまって、その範囲の部分をどう装飾するかっていう価値観で作ると、比較的迷いなく作れるかなと思います。まあその方があと個性も出しやすいかなと思いますんで、まあいろいろ試行錯誤していただければと。自分もちょっと小さくしすぎてちょっと微妙なんじゃないかって思いますけど、まあなんとなく伝わればいいかなと思います。まあそんな感じで建築してみたんですが、まあラピュタといえばやりたいことあるよねということでやっていきますね。そう、どうしてもやっぱりやりたいことの一つといえば、まああの名ゼリフというか、名呪文というか、まあ、あえて口には出しませんが、まあ、そういうのやってみこうということで。まあ、盛大に壊れましたが、意外と綺麗に壊れましたね。まあ、ちょっと物足りないので、別アングルでもう一回やっていきます。なんか、ゴーレムとか村人仕込もうと思ったんですけど、意外と綺麗に壊れちゃって、ちょっとわからないところではありますが、そうですね。ワールドがコピーできれば、こういうことも大胆に遊べますんで、まあ誰かと一緒に作るなりして、みんなで爆発してみたら、それはそれで面白いんじゃないかなと思います。一応今回作った建築も、まあ2時間ぐらいになるとは思うんですが、一応、こんな感じで作ったよ、みたいなものも、合わせて動画投稿しようかなと思いますんで、同じもの作りたいという人は、そちらもご参考にしていただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。今回の建築が参考になったよという方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もなんか作っていきたいと思います。ではまた。